ドジャース・大谷翔平投手29の MVP 論争がヒートアップし、複数の米メディアがその可能性を論じている。右肘手術から投手復帰に向けリハビリを続けている大矢は、今期は DH のみで出場。メジャー市上で DH 専門の打者が MVP に選ばれたことはこれまで一度もないが、 最近の MVP 選出の重要指標であるウォーでは大屋がトップ争いをしており、大谷選出の可能性について議論を呼んでいる。ジアスレチックのケン・ローゼンタール記者は、史上初の DH で MVP 受賞は、オッツを見るとその可能性は高くない。MVP に DH は投票しないというバイアスはそれほど強い。とし、問題は、 全米野球記者協会の MVP 投票者が DH を選手の半分とみなしていること。チームにとって価値があるのは攻撃と守備ができる選手とみなしていると指摘。大谷が MVP を争うライバルは同僚のベッツが有力だが、同記者はもし大谷がオプス1.100あたりで終わった場合でも、ベッツが900なら大谷の選出は厳しい。 ただ DH で史上初の受賞者が出るとすれば、それは大谷だと論じている。この他、スポーティングニュース電子版が5月31日付で、野球界は伝統主義が今も根強いため、DH の MVP 受賞はかなり厳しい、としている。